あるお酒ある、お酒、あの洗剤かなそれ、わかんない、洗剤かもしれない。え、サウナに洗剤あるんですかこれ。なんかね、そう、俺がそのなんかあの、うん、外にある、うん、なんかね、あの、うん、あの泡みたいなのがあるんだけど、その隣にそれ置けばリスナーに洗剤っぽくなるよって言われたから、うん、置いたんだけど、なぜか他の人がそれをそこに置いたりとかしてて、だからなんかやべ、そこに置いて違和感ないかなと思う。そうっすね、でもサウナにお酒だから多分死人が出ると思う。あ、死人出る、うん、サウナにお酒は、うん、まあちょっと待って、あのデビューだけど、サウナに閉じ込めば出れないんですよ。いや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 、もう死なんですよね、これ脱水っていうか、まあ、いや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 、サウナに閉じ込めは死なん。いや計画的犯行、殺人なん、うん、そうなんですよ。いや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 い
壁は死ぬんですよ。全然大丈夫。大丈夫、うん、そっちは大丈夫かもしれないですけど。オッケー、じゃあ帰るね。壁を取り外して、いや帰ろうかな。いや、まあ自分で出てくればいいわけですよ。帰るも何も家でしょ、これ。いや、出てこればいいっていうか。出てくればいい、そのまま走って。ワープすればいいだけなんで。出てくればいい。雪玉がね。走ればできる。走ればいける。走ればいける。走る。無理っすね。あ、行けた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 。いや、でも、壁を取ればいいと思うんだ。いや、壁邪魔だと思う。うんうん。どうだろうな、ちょっとどうだろうなじゃなくて、てか俺この脱ぐの必要ありますか？なんか若干恥ずかしいんです。風呂だから。まあまあそうだ。まあまあ帰ろう、ほら帰ろう。あ、帰る。帰ろう。壁いいんですかこれ？この壁。壁いいよこのままで。あ、いいか。ちょっと待って、出られないんですけど、なんか同じ壁がもうバン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 生まれてくるんですよ。いや。大丈夫、こんな狭い家でしたっけ？あ、そう、俺こんな部屋。こんな狭かったっす。狭い。本当ですか、うん、なんで俺抜けれた、なんか、もう壁吹いてるんですけど、違う人。いや、大丈夫。あれ、白い壁はよく見たんですけど、ウッド調の壁はちょっと、まあ、全然大丈夫。当然、そうじゃないですよね。うん、全然大丈夫。ちょっと、長山さん、壁がね、これおかしい。ちょ、どうしよう。ギリギリ。いや、いけ。いや、これ、もっとに戻すの邪魔くさそうだな。壁しかない。どうしたタコシ、疲れた。すべて壁壊れちゃった。大丈夫、さっきまで若干隙間あったんだけど、うん、ここびっちりはまってるんですよね。ここびっちりなんで、これちょっと出れない感じかもしれないですね。いや、これどうしても良くはないんじゃないですか、ね、帰るわ。いや、家ここじゃないですか。違うんですか、うん、帰ります。行けたわ。よかった。じゃあ後片付いて。折りはできないな、これは。今来たお客さんがもう降りれなくなってる。なんだこれ。かわいそうだね。かわいそうですよね。いや、一番かわいそうなのは俺かもしれないですね。いや、それはないかな。なんで？片付けなくなったら俺が一番かわいそうでしょ。かい、俺もそれはないと思う。かわいそうだね。ゼロくんのがかわいそうかなって。かすみさんは何を言ってるの？かすみさんは一体何を言ってるんだ？俺のがかわいそうだね。え、なんで？それはなんで？俺、それはもうなんか納得だなって感じ。いや、俺脱がされて閉じ込められて、サウナに閉じ込められたんですよ。うん。水分日本酒しかなかったんですよ。はい、パーティー飛んできたと思ったら、急に殺されるな。そうだね。それは死じゃない。あー襲われてる。あ、行っちゃった。あ、なんだこれ。いやー、なんだこれ。いやー、後ろ歩きで下がって。アンチだ。ギリギリ近づくの怖い。わら。アンチ。ヒルナンジャさん、わらわら。いやー。マイケルさん、やっぱり怖い。何よ。ああ。何が起きてんの。ララフェルに襲われてる。ララフェルに襲われてる。あ、シノさん、ありがとうございました。
おやすみ。狭いとこに追いやられてる。どこに